さんのギフトが1カメです。ありがとうございます。やっほーい。こんにちは、こんにちは、バンチャース、やっほーい。今日は何しておりましたか？こんばんは、バンチャース、やっほーい。まあいっか、まだ蒸し暑いですな。蒸し暑いっすわ。こんばんは。あ、56枚目シングル、おお、はい、来ました、ありがとうございます。てっちゃんかわいい、ありがとうございます。やっほー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 、こんばんは。こんくん、56枚目、9月18日発売。おお、帰ってこう帰ってこうった。9月18日9月18日あった、56枚目の発売。発売書けました。こんばんは。カレンダー記入完了。9月18よね。おお、あともう少し。あ、違うわ、まだまだ8月もなってなかった。まだ7月ここじゃないか。こんばんは。19人、おお。何曜日かと言いますと、8月じゃないわ、9月18日、水曜日です。9月18日水曜日です。わーい。金ねえな、それな。握手会来てくれる人がもうおらんわ。セカンドでいっぱい来てくれるから。ありゃまーや。ありゃまー。水曜日です。ウェドネス。ウェンズデイです。お、あやなちゃんハートありがとう。お、あかりんさん入った。やーい。サステナブル？タイトルはサステナブル。ほうほう。握手また申し込みするかも。おお、やったー。ありがとう。新規開拓。新規開拓。また難しいこと。星集め中だからまた。おお、そらっちありがとう。こんばんはー。こんばんはー。サステナブルの意味わからん。調べよう。サステナブルって何じゃ。サステナブル、大阪あったら買うよ。本当にありがとうございます。サステナブル、本来は維持できる、持ちこたえられるっていう形容詞だって。あ、英語か。ただし近年は地球環境の持続可能性、社会、人間社会の文明、経済システムの持続可能性の意味を何とかして一般に用いられるようになりました。へえ、持続するみたいなこと。持続するんやって。なんとかが持続できる、耐えうる、持ちこたえられるっていう形容詞だってさ。へー、むずいな。形容詞なんだって、サステナブル。こんばんは。維持できるんかな、アリサレー。アリサレーは維持は難しそうだ。みんなセカンドシングルでもう金欠だから。なるほど。
うん、大阪握手会を撮り続ける。おお、本当ですか、ありがとうございます。する、あー、もうピンチやで例の持続性が薄まるまあ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 、しょうがないさ、それはしょうがないさ大阪握手、握手日にち空いたら、あいちゃん、福ちゃん、ギャルパルト申し込みありがとうございます。ギャルパルトギャルパルト大選抜メンバー発表中、ふぅイエーイ、ブンブン伸ばせあ、金曜日の島根公園、あーわいはもう止まらへん、かーイエーイ。56大阪だけにしとこうかな、ありがとうございます、イエーイ、ありがとうございます。今日から明日から夏休みです、微妙だけどもでも今日も休みになってもうたからね、まあ今日からかまあ今日からだね、今日から夏休みだ、そそそ、そして明日は、明日は久しぶりにゴゴリバがあって、そして24日に三者懇談をやったらもう夏休みって感じ三者懇談でもう一回行かないといけないけどね、あと2週間がこれ、うっそ、長えなそれは、うん、あいつに会ってみたさある、うっふぅふぅ、いいぞ、あ、ゆみこさん呼ばれた、ゆみりん2列目なの、ゆみりんすげーすげーこんばんはーい、こんばんはーい、サプライズ、何のサプライズ何のサプライズやねんゆみりん2列目すごーい、明日午後には行くでん、行くでん行くでん、ありがとうございます。知らない間に1位になって、ほんまや、あやなちゃんが1位や、すげえ、イエーイありがとう、ゆみに島根来るらしい、嘘、なんで、いつ、いつだわほい、いつだわほい、アリサが呼ばれるわけないやろ呼ばれたらびっくりするわ、こっちが、こっちがびっくりするパチ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 水合、なんでそりゃ、水合祭、あの、聞いたことあるわ、水合、あ、島根の夕祭りに行くらしいで、へえ、聞いたことあるわあっす、あっす、まだ分からんすおっ、一歩も引かねえ、おっ、バリバリ全開、俺の生き様、連打でしてるよ、おっおっおっ、イエーイまだ開けるウケるダララララ、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 おー、チホンヌ、イエーイ、チホンヌ、おめーチホンヌ、ゆいちゃん、アリユイを嫁見て、ゆいちゃん誰だ誰ゆいさんですか、だったらだったたーん、チホおめでとう、あとさ、バラありがとうございます、バララ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 ラ、特別配信を来て見に行って、そしてアリス配信が始まった、そうです
そうでございます。昨日ちほちゃんには、昨日ありえん釣られてまだなんでやねすぐ釣られるからダメだこりゃダメだこりゃこんばんは。習い事だから、ああ頑張れなえなちゃん、ファイトファイト。事前収録来た、事前収録ちょ見よ、こっちも見よっと。事前収録どこだ、え、どこでやっとるのそれ、あれあれあれ、ショールームなんだこりゃ、誕生日記念特別番組って何ですかこれ、違うか、間違えた、え、どこ、あ、これか、あった、あー音が出る、あー、よこらしょ、オッケー、お、見えた見えた、どこだ、なんかあんまり見えんけど、よこらしょ、おー、あれなんか違うとこがアップになった、はー、そういうことか、間違えた危ない危ない、よっこらしょ、あ、アバターがアップになったって危ねー、よっこらしょ、よし、これで見よっか、 OK、 うんうんうん、お疲れ様です、お疲れ様です、ほっちーほっちー、ST の配信初めてではないけど、メンバーさんは分かりませんが、ありがとうございます。初めて見に来てくださったですか。ありがとうございます。じゃじゃーん。あ、私は STU48 の広島県出身の14歳のありちゃんことミニオシアリサと申します。よかったら、右上のハートをポチッと押してルームフローで、あ、じゃあ、ルームフォローしてくださったら嬉しいです。よろしくお願いします。うん、ありがとうございます。雨なんか止んできました、なんか。トロトロトロンぐらいになってきた。本店で活躍できるように、おー、頑張ります。頑張るぞー。エンジン全開、ブルルンルルルン。ベロン、おぉ、ユキリンさんだ、今来た、ありがとうございます。七並びしてきたともさん、ありがとうございます、イエイ、今日も来たよ、コンリュウさん、ありがとうございます、ありがとうーす、トースト、ス、トー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 ス、いいね、いいね、ひとりごとさん、ありがとうございます、イエイ、何だったっけ、名前、名前何でしたっけ、曲の名前、発売、サステナブルか、サステナブル、 AKB ホテル歴史で初めてとなる、へえ、初めてとなる19人選抜なんですね、ふん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 、へえ、サステナブルか、サステナブル、ひとりごとさん、いいね、ありがとう、一回で覚えるに、そうやね、サステナブル、じゃ一回忘れてしまいそう、おう、おお、岡田奈々さん、え、これあれですか、名前のアルファベット頭文字なんですか、アルファベットの O のとこが奈々さんだった、岡田奈々さんそういうわけじゃない、ナナさん、王のとこがナナさんだったよ。お、次 P。P は誰だ？1、2、3、1、2、3、あと
ともうちょっとでセンターの発表です。そうなの、そういうこと、あ、違う違うか、うんうんうん、Q は Q かき Q Q はピロリン、めくってください。Q はあ、違った、小栗ゆいさんだ。 Q 全然 Q じゃないじゃないか、ゆいゆいさんだ。じゃあセンターは誰だ。センターは誰だ。ウェイ、こんにちは。違う、だって王のとこが奈々さんだったんだもん、岡田奈々さん。頭文字かと思ったよ。センターは誰ですか、めくってください。ゆっくりしょ。トゥ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 、おぉ、うん、全然違った、全然違った。 HKT さん一人、へぇ、センターもうめくられました、すごい。やはぎさん、やはぎさんじゃないか、センター、やはりな、すげえ。やはりなって言っとるみんな。下尾さんがおらんって言ってる人がおる。下尾美優さん。うっそん、うっそん、すげえ。あれ、あ、びっくりした。やはぎさんだ。こんばん、ありあり、こんばんは、わん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 、ドッキリ風、ドッキリ風や、ほんまや。怪物ルーが美味しい、一押しにしてるからあるな。なるほど、スタメネ聞いたよ、ありがとうございます。スタメネありがとうございます。なるほど、爆上げちゃん、ミスチュアイン、ピヨーン、マカリンさんが後ろすぎないか、確かに、どうして3列目なんですか、ピヨーン、どうしてなんですか。じゃあ川崎ココアさん、ありがとうございます。次は次私かな、頑張ろう、はいはい、おーい。頑張るぞーい。ラジオネーム、ありちゃんのお腹に移りたい。長い長い。え、これ何なんですか、この下、何、ビヨン、握手会、握手会の日、わお、大握手会の日程が出されてるけどメモできない。明日から握手券申し込み、マジ明日から、早い、早すぎる。アキシティエキスポやって、9月22日から握手会が始まります、はいよ。ショールームありえ、コメント荒れてて。なるほど。パシフィコ横浜が多いな、パシフィコ横浜ばっかりだ。
パシフィコ横浜ばっかり。わーお。たんたかたんたか。あ、スクショすればいいの、確かに。冷静、冷静、いいね。幕張メッセ、ダダン。12月24、クリスマスですよ。違うわ、クリスマスイブだった。デヘベロン。12月24、クリスマスじゃんか。クリスマスイブ。え、クリスマススペシャル、メンバー全員三大ショーでの握手会。出たー三大ショーで握手会だって。出たサンタの格好。うわ、2020年になりました。2月1日、インテックス大阪。もう忘れとるがな、そんな時は。もうそんな時は忘れとる頃や。2月1日だって。わーい。サンタさんだ。サンタさんだったー。サンタ。全国握手会イベントは、何ですか？全国7都市で開催予定。どういうこと？大阪来たー。大阪あるよー。大阪は来年です。でも2月1日もう忘れる頃やな。びっくりした。あーちゃん来たんかと思った。あーちゃん来たよ。どこ？びっくりした。あ、なにこれ。初披露は7月24日の FNS 歌の夏祭りだって。すごい。せーのでスクショ。でもなんか画質が悪いからな。もういっか。せーのでスクショ。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。こんばんは。バミンミンちゃん、やっほー。しおりちゃん、やっほーい。ありがとう。ピース。ピース。2020年2月とか、まだ夏だぞ、確かに。そう、予定立てれないよ。まだ何も 2月に予定入ってないとか分かる人おらんやろ。おらんやろ。9月の握手会の後会うの2月やな。マジか。飽きすぎておもろい。タコちゃん、ステファで未開のチーラーケイラーまた勉強しますね。おお、ありがとうございます。よかったらみんな久々よろしくお願いします。イエーイ。ちなみに誰推しなんですかね。まだ半年以上つき、確かに。まだ6月だから6666、まだ6でしょ。半年後は12月だから半年以上先。やばやば。こんばんはーい、こんばんはーい。なのに明日から帰った。確かに無茶言うな。半年。あ、まだ、あ、7月だった、間違えた。7月だから、まあ、半年後は1月ですね。間違えた、間違えた、7月言った。7月は、1月、半年後は。だから、半年以上先ですな。こんばんはん。こんばんは。ん？ゴゴリバのリスバン。何リスバン？
明日から受付だってさ。で、ラムネのフラペで出たファミマで、マジ？ファミレス？ファミレス？こんばんは、こんばんは。そうだね、来年の2月まで推し変禁止です。来年、半年後の未来も予想しろってことやな。あらま、なるほど、うんうん、なるほど、なるほど、ほどほど、パカパパ、パカパパ、パパパパ、パパパパパ、タカタタン、アイタカタタン、アイタタタタンタタン、イエイ。ファミマ、ファミマでラムネのやつがあるんですか？サントシ握手会行けたら行くかも。おー、山助くん、ありがとう、ありがとうございます。頑張んは夏休みの宿題いいわ、7月のうちに終わらせると後が楽だよ。ありがとうございます。ありがとうございます、報告を、嬉しい。7月中はちょっと無理かもしれんけどね。 7月中ですよ、もう1週間、7月中って言われます1週間しかないんですけど、7月中はちょっと難しいかもしれないんですけどね。お盆までには終わらせたいと思います。お盆、お盆、お盆、お盆っていつだったっけな、お盆っていつでしたっけ、8月の11とか忘れたな。お盆ぐらいにはまあ終わらせたいと思います。宿題がさ、あのまだちゃんとしっかりしっかり、あ、13から15なんですか、お盆って。13から10、あ、そんぐらいまでにゃん。そう、終わらす。イェイ。終わらす。13から、あ、13、14、10、あ、違う、これ7月だった。13、14、10、おー、ここら辺なんだね、お盆。なるほど。イェイ。イエーイ、まあそこら辺には終わらせるやん、楽勝。まだあれがないんですよ、あの、そう、学校が休みになったからさ、配られるはずだった宿題表みたいな、もう国語はこれ、数学はこれって、もう全部夏休みの宿題をまとめてくれとるあのプリントがないから、もうあんまりわからん。あんまりわからん。そう、授業中にメモしたやつしかない、自分でメモしたやつしかないっけね、間違っとるかもしれん。そう、一覧表がまだないからね。うん、ツンとこツンとこツンとこツトトン、そんな便利なプリントないんですか、一覧表。ギャン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 、チャンチャカチャチャチャン。自由研究なんてないですよ、中学生は。楽ちん楽ちん楽ちん。どこ行ったんじゃか、もらってないっちゅうに、まだ。まだもらってないっつうに。ドゥ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 、泣きたくなるほどあなたに会いたい。夏休み8月終わりの1週間やば、そりゃやばいな。絵日記とかないよそんなの。絵日記とか懐かしい、小学校は書きよったわ。そんなのないっすよ、絵日記ね。ふう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 、もらってなくてもフライングしよう。それはちょっと難しいな。まあ、とりあえずですよ。とりあえず明日のゴゴリバはね、新ポジションなので、まあ頑張ります。そう、今日今日レッスンしました。
そう、激激少人数で今日はレッスンしましたが、明日はシンポジション、事故らないように頑張ります。明日が意見が意見ファイトラブーファイトラブー。そうしたら花火大会もあるでしょ、おきちゃんとのラジオもあるでしょ、そしたら、あとはね、あれだ。そしたらゆら子の卒業公演はミチポジションで出るから、それまでに思い出しとかないとね。それもあるから忙しい。まあまあまあ、時間を見つけてやるっきゃねえか。はみはみ投稿せな、あ、投稿してくださいね皆さん。はみ出せ、あみ出せ STU48 っていうラジオがあるので、アリサ情報も、アリサ情報を受け付けてるらしいので、よかったら送っておいてください。なれのポジションほのたんだよ。ほのたんがおそらく お天気お姉さんだからね、私が出ます。イエーイ。未知のポジション見て。そうだよ。でもね、やっぱりそう、未知のポジション覚えてるじゃないですか。その上からほのたんのポジション脳みそに入れたらピューヨーンってやっぱどっか飛んでったんですよ。だから思い出す作業が大事だ。ちょっと盛り上がりそうなやつ送ってないと。マジ？あざまるー、あざまる、さすがサトさんやな。サイマンさんかわいい、ありがとうございます。そう、オッケー。そう、ほのたんのズボって覚えたらクヨヨヨヨーンって隙間からどっか行ってった。そう、まあまあまあ、人間は忘れて思い出して、忘れて思い出してを繰り返して、永遠に記憶に残るものです。そうだよ、人間は一回はね、ちゃんと覚えてもね、一回は忘れるんですよ。また思い出してから、また忘れるかもしれんけど、またもう一回思い出したら、多分、もう絶対忘れない。そう、絶対一回は忘れるものなのです。うん。トゥ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 。はいはいはい。いいこと言うでしょー。でしょしょしょ、さすがです、ありがとうございます。ありがとうございます。記憶をたどって、刺さったよかった。もときちゃんだるま、ありがとうございます。ありがとうございます。明日も雨なんですかね。明日雨ですか。うん、広島県のお天気は雨なのだろうか。ちょっと見てみよう。どうやって見るんかいね。天気、あれ、天気見るやつなかったっけ。あった、天気。明日雨なんかな。広島県の天気、明日のやつはわからないんですか。あ、これか。ん、今日月曜日、火曜日は曇りですか。曇りに雷がついてる。晴れ、明日は曇りなんだ。へー。
雨は今日までですね。あ、そうなの。降水確率 30%。 30% 降るかもしれん。午後から夕立があるかな。なんだそりゃ。日差しも出れて、あ、そうなんだ、よかった。だってさ、船に乗るのに雨だったらやばいよ多分。広島だしね。広島は別に雨じゃなくてもあのめっちゃ揺れるんで。そう、広島は雨じゃなくても別にめっちゃ揺れるからね。それに雨だったらやばーい、もう死ぬでー、こけてばっかり寝てる。どういうこと。ウッケなんだけど。左フリック出るよね。嘘、ホーム画面で何、あ、右フリックか、こっちか。え、嘘、出てこんよ。待って、一旦やこうして、左、右出てこん。左にしたらカメラになる。あら。なんでそんな揺れるの、知らん。広島の宇品港は揺れるよ、めちゃめちゃ。あ、デッキに上がれない。あ、そうそれです、それなのです。フリック。今週梅雨明けするかもな。え、梅雨長いよね今年は。梅雨今年は長いですよね。だってさ、こんな梅雨って長かったっけ。だってさ、夏休み入る前はもう晴れてたくない。梅雨は今年は長いだけですか。長い、やっぱり冷夏よね。あ、確かにそんな暑くないよね。そういや長いな、確かに。梅雨感なかった。うっそ、梅雨、もう超梅雨だったよ。アリサの気持ちは梅雨だったよ、ずっと。ずっと梅雨。いつもこの時期だけ。うっそだー、絶対始まりが遅かった。あ、そうなんだ。あ、確かに6月はまだ梅雨に入ってなかったんかいね。6月が梅雨って覚えてるのに、もう7月だぞ、もう8月になるぞ。もう変な季節、変な季節になったな。帰ってきた。おー、そらちありがとう。おトゥルルルルルル。5月は夏だった。5月は夏でしたか。夏と冬どっちが好き。冬かな。あんまり暑いのは好きじゃない。しかも夏に効いた風邪は治らないよ。どうしてなんだ、ひどい。ひどすぎる。ひどぴー。だってさ、だってよ、さ、この19日の、あ、そうか、へぇ。あ、え、あ、19日、あ、そっか、チャーミングトリップじゃないよね。え、いつだ、いつだ、あ、海の日イベントだ、これだ。海の日イベントでのんちゃんと一緒の部屋になった時に、そう、あのクーラーをね、あのずっとつけてたから、寝てる間も、そう、寝てる間ずっとクーラーをつけてたから風邪をひいたんですよ。これだ、15日だから、もう22日だから、ちょうど1週間経ってる。15日にね、多分、あ、15日に寝て起きて、あれ、これはクーラーつきすぎたから風邪ひいたなと思ったのが16日なんですよね。だから明日で1週間も経つのに治らないとはどういうことだ。どういうことだ、絶対そうだ。でものんちゃんのこともないらしい。嘘や、絶対嘘だ。本当になんで私、治りが悪いよ、くっそー。失敗したわ、本当に失敗した。
首にネギを巻いて寝たら、なんでなんでやねん。23度だったっけな、23、4度つけっぱなしやった。扇風機耐えてるわ、マジ。死なないでね、熱中症で。トロちゃんも声やばかった。トロちゃん、確かにトロちゃん、トロちゃんもあのまあ鼻声だったんかな、分からんけど。風邪だったかもしれん。熱波が湧いな、ありがとう。ウィッグウィッグピース。異常気象だね。確かに。こんばんは。セクシーのポーズ。アリさんの中のセクシーなポーズはこれ。セクシーセクシーセクシーだれだ、はい、ノン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 クミーアウト。某動画チャンネルアリちゃんと同じ服を着ている人を見た。どの服、何の服ですか。何の服だ。鼻声集団、みゆみゆもだよ、みゆみゆも。みゆみゆも鼻声集団。お疲れ様です、お疲れ様です。でもさ、よかった。鼻声になったらさ、声が枯れるかもしれないじゃないですか。鼻声を通り越してからの声枯れみたいな。声枯れたらもう最悪だよ。でも鼻声で止まってるからもうだセーフだよ。声枯れたらもう最悪。声枯れたら最悪だけどね、枯れてないからまだセーフだよ。なんで夏の風邪は治らないんですかな。セクシーだった、可愛すぎて本当に好き。やった、嬉しい、やったぞい。ゆらこはずっと咳して、あ、わかる。あの人もやばかった。スタジオ公演チャーミングトリップと公演した時一生咳してた、めっちゃ面白かった。だったかったな。あ、マリーナ年中。確かに言ってた。めっちゃ鼻声やばくないって言ったら、大丈夫、マリナ年中鼻声って言ってた。バリ笑ったよ、バリ笑った。それ面白くない、なんて年中鼻声な、マリナ。めっちゃおもろいやん、かわいすぎる。セクシーでした。あ、セクシーセクシー誰だ、セクシーセクシー誰だ。ビームのあの可愛いセクシーなところのやつが出ん、今は出ない。ウィス、お、大君だ、ウィス、ザリガニポーズ。ウィス、ラスト中学生、こんばんは、やっほー。何回言うねんそれ。なんか一生言うやん。こんばんちは、こんばんちは。AKB さんのシングル始まります、明日から、明日からって書いてありましたね。早い。早い。ゼクシー、セクシーじゃね、セクシーだよ、セクシーセクシー誰だ、ほい。もう早い、それな、クリスマスイブにある、そう、あそこをもうおすすめに決定しよう。12月24日のクリスマスイブ、サンタコスを着てからみんな握手会だって。今年もサンタコス握手会が始まるよ。あそこおすすめに決定。
りちゃん、ハロー、メルビンさん、ハロー、こんにちはっす。ね、あ、パシフィコ横浜ばっかりでしたよ。パシフィコ横浜がばっかりでしたが、でもアリサはそう、東京方面よりもそう横浜方面の方がねの方に多分アリンコ族の方が多く住み着いてると思うのでまあよかった、うん、そう多分ね、多分東京よりも横浜の方が多分多いと思う、分からんけど、うん、惚れ直したほんまかいな、イエーイやった。南部にしますかね。南部とかないですよ、もう何言ってるんですかAKB さんのやつだから、あの一部制です、一部制、住み着いてる東京と横浜の違いは、東京と横浜は神奈川県です。うん、神奈川横浜、うん、横浜は神奈川県ですよね。そう、東京か神奈川県かの違いです。あ、幕張メッセはまあ千葉寄りなんで、千葉県か神奈川県かの違いですね。うんうん、そんな感じ。うんうんうん、トゥン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 、合ってる合ってるよね、よかったよかった。やっぱね、東京であるより横浜である方がまあ行きやすいんでしょうね。もっと神奈川だわ、マジ千葉っていうか普通に千葉なんだ幕張は千葉県なんですね、なるほど、千葉県か神奈川かって話か。バイチャーバイチャー、ありがとうございました。うんうんうん、横浜の方が行きやすい、お、そうなんだ、ぜひぜひ横浜お待ちしております横浜がいっぱいだからね、七並べありますよ、七時になったらやろうかなと思いますよろしいですか。アリンコ族広島支部は大阪に集まり、あ、そう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 、瀬戸内市、やっぱ瀬戸内48なんだよね、瀬戸内にやっぱ多く住み着いてるので、瀬戸内からだと大阪の方が一番近いんですそうだから大阪をおすすめしたいところなんですけど、大阪はなんと2月でした、2020年、半年以上先っていうねそう、大阪は2月だったのでね、さすがに2月の予定はわからないですよね、皆さんさすがにおすすめしたいですけど、さすがにもう今から2月の予定わかる人おらんよね。こんばんはこんばんは、って感じ。9月行くの、ほんまにイエーイレイ君9月来てくれるの、マジあげーあげ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 リシャスス、あげあげリシャスあげあげダンス、わかります、嘘つけ嘘つけ、2月なら空いてると思う、マジか2月空いてる、ほんとにあげ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 、ありちゃんしか行けない、やったー、イケボボイス、イケボボボボボボ、イケボイス、スススススス、ピースピース、で、はじめましてやー、お久しぶりって、はじめまして、どういうあれ、どういうあれですか、わ、覚えてますよ、私はタンクトップのサルくん、半年前からやったら逆に飽きれる、あ、逆に、なるほどなるほどなるほど、
2月バレンタインでいいやん。あー確かに2月何日でしたっけ2月何日やったっけ。誕生日の6日前。2月、2月はねさすがに来年の2月のカレンダーはないけど、2月あった。1、2、3、4、5、6、え2月の1日ですか。あ2月の1日か。ほう2月の初っ端か。覚えやすい。あげりしゅす久しぶりに会えた行こうかな。でも確実に遅れて初めましてよ。みちんパパさんありがとうございます。確かにめちゃめちゃ久しぶり。うるぴー楽しみ楽しみみんぜみ。来年のカレンダーないよないよ。そうそうピンポン。あタイガーマスクくんバラありがとうございます。バラバランバランバラン。誕生日に会える。うおゆりちゃんいつ誕生日やっけ。ゆりちゃんはねゆりちゃんいつ誕生日やっけ。てれんてれん。あった11月の23日。ふぅ11月の23日。ゆりちゃん勤労感謝の日やって勤労感謝の日。感謝せないかん。やっぱ暑いですね。暑いのでいよーんクーラーを入れまーすよっこらしょ。感謝してるもちろん働いてくれてありがとうって言わないとね、うん、エアコン入れたよん。大阪2月だよ。2月1日んよっこらしょ。うんうん、名古屋の会場。へえ。愛知。へえ。そうなんや。こんばんは。こけしさんだ。こけしさん。クーラーめっちゃついたの分かる分かる。音聞こえる。そんなに恥ずかしいそんなに音聞こえますか。国家試験の日だ。わお頑張れ。国家試験ファイトだぞ。音聞こえる。マジ恥ずかしい超恥ずかしいやん。飲み物飲もうっと。じゃじゃーん乃木坂変顔ボトルです。あれです。与田さん。与田っちゃちゃん音分かりやすい。うっそなんでそんな聞こえるんですか。うん、メガシャキメガシャキです、うん、めちゃうまー。イエーイ、うん、ぶはーファンタ坂か。ファンタ坂か。やっぱグレープだね。そうだよ、ね。でもオレンジも捨てがたいけどね。オレンジも美味しいけど、やっぱグレープだね。変顔やめて。もうしてねえわ。変顔してねえ。タピオカめっちゃアフして。あ、こぼしてた。そう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 。タピオカが出たんだよ。なぜか。声やばいよね。鼻声が一生治らない。聞
人でございます。よいしょ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 、よぴょん。グレープ推しグレープ推しです。それではそれでは、一生はやばい、一生やばい、確かに鼻声の直し方が分かった方ぜひ教えてください。鼻声の直し方とかあるんかな鼻声の原因も分からんそれでは今7時2分になるところなので、7時3分になったらあれします、ゲームプレイボタンを押しますね。7時3分ですよ皆さん。鼻声もよき本当ですか鼻の穴に龍角散らつめる、やだ、耳を引っ張る、ピヨーンうん、耳を引っ張ったら猿みたいです、ピヨーン猿。あと20秒前、ちゃんと準備してね。あと15秒前です。あー10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、ポチッ、よし押せました。ソラハがいつもお世話になっております。おお、今日ソラハに会ったよ。おっとこら、しょい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 。おお、ひなちゃん推しの方が2人の中、にっくん、にっくんと当たった、イエーイ、人生で2回目だね、にっくんはじめまして、アイドンのひかるんさん、ありがとうございます。 STU48 広島県出身の14歳アリちゃんごと、みねはしありさです。あ、初見のガヤガヤさんもありがとうございます。みねはしありさと申します。よかったら右上のハートをポチッとしてルームフォローお願いします。ありがとう。今日もかわいい、おー、直屋くんだ、直屋軍団も登場ありがとう、直屋軍団だ。うん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 、あ、やばい、ゲームに復帰しました。よし、うんうんうん、耳を引っ張ったらマジ猿みたいやね、自分、ミヨン新しいモノマネに追加しよう。もう負けてきたよ、はいやー記憶喪失なので初めまして、なんでやで記憶喪失、あ、私の番だわ、ちゃんと置かないと特技だしょうもなすぎる特技。コウコちゃんのタンプレ、ああまだまだだ、夏休みに入るから買いに行かないと夏休みに入るからね。今日もかわいいね、ありがとうございます。わ、あ、もう、あ、いるわ、ジョーカー、最後のジョーカー、よし、ナイスー。あ、ごめん、これは1位もらったこれは1位もらったな、ごめんよー。よし、これは1位もらったぞ。わー声がでかい、あ、私の番だった心のオアシスさんに、ひなちゃんの心のオアシスさんに1位取られてもうた。
チーン。びっくりしすぎて声が出た。わあ、1位だと思ったのに。続いては7時の8分から始めたいと思います。7時8分から。油断してもうた。お、つなさん、はじめまして、はじめまして、ありがとうございます。じゃじゃん、じゃじゃん。 ST48 広島県出身の14歳ありちゃんこと峰吉ありさです。よかったら右上のハートをポチッとしてルームフォローお願いします。あ、心のオアシスさんがいる、ごめんね。全然、あ、やばい、あと5分だよ、みんなよろしく。あと5分で押すよ。あと2秒、1秒、ポチ。え、7時の8分だったっけ。え、8分。間違えた、また間違えても、え、待って。あ、でも押してくれてる、ちゃんとクーラーさんとレーモンさんが押してくれてる。1分間違えた。やっちまった。でもクーラーさんとレーモンさんがおる。アッシー大福さん聞いたことあるぞ。アッシー大福さん、ココちゃん推しだ。やっちまった、毎回やらかした。チェックしよう、ごめんぞ、なんてこった。でも瞬時に対応したこのクーラーさんとレーモンさん、すげえな。あと5分だよとか言って、あと5秒なのに、あと5分だよって。3、2、1、ポチ。すげえな。はじめまして、おー、はじめましての方が今日はすごく多くて嬉しい。マシーンさん、ネイルマシーンさん、ありがとうございます。 ST48 のミニオシャリサです。よかったら右上のハートをポチッとしてルームフォローお願いします。ポチ。アッシー大福さん、道押しなんですか。あ、でも称号下に書くやつは峰吉愛沙じゃなくて、間違えた。下に書くやつは今村美月推しになってるけど、カードはコウコちゃんでやってるぜ。うんうんうん、あんなこった。アッシー大福さん、仲良くなろうぜ。うんうんうん、ええわか。どうしたさとさ。アプリすら開いた方、何してるんだ、かたさん、かたさん。やばい、これはどうだろう。1位になれるか、峰吉ありさ。ああ、そういうことか、トンネルされとるけ、やばいわ。4位だった。あ、わかって呼んでください。あ、わかさんって呼べばいいんですか。いいわ、知り合い、まさか。おたともい、あ、そうなんだ。まさかの知り合いだったとは。あ、やばい、これ負けたわ。なんで出してくれないんだ。アッシー大福やろ、絶対、こんなろう。アッシー大福くんが意地悪してる。こんなろう。誰だ、本当に。意地悪された、バースト負け。絶対犯人を探してやる。アッシー大福くんや。アッシーくんが意地悪した。コウさん、ウェロックスさんのコウさん、ありがとうございます。はじめまして、 ST48 と峰吉ありさと申します。よかったら右上のハートしてルームフォローよろしくお願いします。大福め。大福くんに怒っといてください、母さん頼んだぞ。おひさ、おー、ゆけきちゃん、おひさ、先ほどありがとうございます。あ、出た、意地悪してきた、アッシー大福くんや。アッシー大福出た、噂をしていればありがとうございました。ごめんなさい。笑った、笑った。仲良くなりましょう。
仲良しになりましょうね。笑った。次、次は13分、7時13分に押したいと思います。大福ゆるさん。おもろい。アッシー大福が美味しそうな名前に聞こえてきた。いい名前だね。5分って言って321を投げる。ごめん間違えた。5秒前って言おうとしたのに5分前。全然ちゃうやんけ。フォローしました、ありがとう。マシンナイルさん、なんか怖い。何も怖いことなんてないよ。この世で怖いのはママだけ。ユッキーさんこんばんは、やっほーい。あと1分前、準備してくださいね。ポチンとラポチン。10倍、コイン10倍券が今付属や、付属しとる。あ、ワカね、もうワカ、なんでワカなのにマシンネイルなんですか、そんなもうワカなの。わかりにくすぎやろ。ワカさんね、オッケー。うん、やばい、あと20秒前でーす。あと20秒前でーす。準備はいいですか。たまたまだったビビった、イエーイ。運命だね、運命共同体だよん。あと5秒前ですよ、みんな押してくださいね。3、2、1、あポチ。ふぅ。誰と当たったかというと、うっそん、ガモーさん。ガモーさん、アリサカードはガモーさんしかいなかった。チックショー。チックショー。ガモーさんがいたぞ。最近名前、アリちゃん、アリちゃんぽんって名前に書いたとき、どういう名前ですか、それは。前ハワシのヤポンって言えばいいよ。前ハワシだったんですか。初めて知った、ありがとう。ケンケン生きてた、久しぶりに来てくれたな。バイバイケン、バイバイケン。今日もお疲れ様です、ありがとうございます。ありがとうございます。ちゃんと対戦、あっさっさ、おー、あ、やばい。ジョーカー受け取ったけどいい？あー、オッケーオッケー、使い場所あった。うん、小梅太夫、小梅太夫懐かしい。テンタラテンタラテンタン、ちくしょう。夜風の仕業。こんばんは、プチアスさん、里根さん推し、おー、ありがとうございます。こんばんは、里根さん推しなんだ。うん、明日からの AKB シーグル、アリちゃん過去悩んでる。おー、ありがとう、本当にいいんだよ。アリさんのところに来てもいいんだよ。アリちゃんポンさん、対戦あざした。アリちゃんポンさん、噂の。やった、バイチャラポー1位、ありがとうございます。1位取れました、やっと、やっとこさ1位だ。
アリちゃんボイスの音声を出してやってほしい。マジ？マジで言ってますか？まあいっか。でちょっとこの今日の鼻声ボイスと、これいつ撮ったかね、3年前ぐらいに撮ったやつ、3年前に収録したアリサの声を聞き比べてください。まあそんなにでっかくしない、4つぐらいにしとこう。あ、オッケー、出た音。じゃあ18分に押したいと思います。18分。アリちゃん大切したら絶対忖度するよ。本当に忖度してくれるんですか？プチアスさん、音も。さて、久保里音さん推しなんですか？プチアスさんは久保里音さんですよね。ST のメンバー全く分かりません。嘘つけ。私がミネオシアリサ覚えたでしょ。覚えたでしょ。おヤンタくんも初見ありがとうございます。 ST48 のミネオシアリサ14歳です。よかったら右上のハートをポチッとしてルームフォローよろしくお願いします。なんで今日は初見の方が多いんやろ。うれぴーぞ。ありがとうございます。あと20秒前でーす。あと20秒前でーす。準備はいいかい？ 18分に押します。10秒前。8、7、6、5、4、3、2、1。押しました。ミネオシアリサです。よろしくお願いします。全然違うわ声が。対戦よろしくお願いします。対戦よろしくお願いします。お、え、待って、みんな知り合いだ。ミネオシから溢れ出す母性っていう人と、ユキユキちゃんとマリーナカードだけど翔平さん、イエーイ、みんな知り合いだ。ゲームの声かわいい。おい。私はもっと声作って、な、緊張しとったよね。これは3年前のめっちゃ初期の私。ミネオシアリサです、よろしくお願い、ミネオシアリサです、よろしくお願いしますみたいな。トンネルだよ。なんか棒読みだね。ダメだ。棒読みですね。久しぶりに聞いたけど、だっていつも声は聞きたくないからさ、音声切ってからやるもん。久しぶりに声は聞いた。出して。はい、トゥクトゥクン、トンネルだよ。ついにアリちゃん届いた。おー、翔平さん、イエーイ、ありがとう。うーわ、トンネルされたー、ティクショー。やばい。出すところがない。あー、翔平くんがバーストしてもうた。やばい、ピンチ。もうバーストだ。バーストしてもうた。切り札使うよがかい。どんだけ聞いてるねん。鼻声ミネオシさんと覚えた。年中鼻声だけは出よう。今だけレア鼻声ミネオシです。てかリップの色がなくてびっくり。今3人抜きました、イベントランキング。やったー。誰だろう。ではこちらの B アイドルのリップを塗っていきたいと思います。期間限定ボイスだよ、もちろん。あ、
ゆきゆきちゃんだ、ありがとう、対戦ありがとう。へい、はい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 、パパパパパパパ、うんうんうん、悔しい、出せるとこあるのにバーストするのはなぜなんだ。何してるんですか。何しちゃった。これはね、一個古いバージョンです。こちらプラザとかに売ってないやつです。これはムック本についてるアイドルメイクバイブルっていうアカリップさんです。俺もそれ持ってる。マジ。マジ。そこら一向かい、一個前のやつ、パターン。手が震えてバーストしました。それは面白い。これ持ってる。おー、エツちゃん一緒だ。やった。パワはパワ。潤いを注入。潤い注入。それでは、次は、もう22分じゃないか。次は、じゃあ23分でいこう。あと30秒後の23分でいきます。あと20秒後の23分でいきます。あ、それでいいさんが言ってた、見た。10秒前、あ、9、8、7、6、5、4、3、2、1、せーのでポチ。対戦お願いします。ニャンシャリサです、よろしくお願いします。おおおお、みんなアリサ推しだ。もときちゃんと天の尺さんとガモーさん、みんなアリサ推しいただきました、ありがとうございます。好きな層。こんばんは、お疲れ様、ありがとうございます。ぴょん、ぽんぽんぽん、ちょいちょいボイス聞こえるの。最近本人と当たらん、愛が足りてないですね、それはまだ。ジョーカー受け取ります。やばい、出せるカードあまり持ってない。わーお、やばい、これは負けるかもしれない。出た、藤原あずさくん。やばーい、負けるー、負けちゃう。みなおしありさ、負けちゃう。ギャー、あそこが出せるぞ。あ、やったー、どうもありがとう。もときちゃんどうもありがとう。パチー。1位取られた。ガモーちゃんが1位、おめでとう、おめでとうございます。うん、あ、そういえばね、藤原あずささん、とね、対戦した時ね、めっちゃ面白すぎてからね、スクショしたんですよ、カシャって。だってさ、藤原あずささんなのにさ、コウコちゃんカード使ってからコケコッコーってやってたじゃないですか。だから面白すぎてから、写真をねスクショしてからね、あれをね、あの後コウコちゃんに送ったんですよ。そう、見て、藤原あずさっていう名前なのにめっちゃコウコちゃん推しの人がおったって言ってから、そう、コウコちゃんに LINE で送ったらね、めっちゃ笑ってた。いや、意味わからんやろって。めっちゃ笑ってたね、おもろかった。
ゥド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 ゥね全くついていけない、なんでやねん。 AKB 大手さん、次の握手券か。おお、星さん、星さんありがとうございます。嬉しい、ありがとう。ピース俺はリングス嘘つけ嘘つけ。じゃあ次ラストにしますか。次はじゃあ28分、違う、あーっとる、28分に押すやつがラストにします。ハートめっちゃある、アリサ499個あるなんでじゃお疲れ様です、ありがとうございます。パッ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 。妹でとろみちこっこ見たよ、アリサも見たよ、面白かった、とろみちこっこいます。めっちゃなんでこんなあるんですか、アリサはハートが。そんなこと聞かれても知らんかハートあと499個もあるんですけど、ハートありすぎ怖く買うよ、ありがとう。若が来るって、アリちゃんすげえ、うっそー、ほんとに。若くんまた来てね若くんに伝えとって、あと20秒でラスト対戦始まります。イエイ、あと10秒でも始まります。8 7 6 5 4 3 2 1、押すよー、ポチ、押したー、押したぞー。誰だ、おお、またゆきゆきちゃんと当たったー。あとはティーダカンカンさん、ありがとう、イエイ相手の怖く顔よ、ほんまにありがとう、みんな嬉しい。そう、明日から AKB さんのね、シングルの握手会がの受付が始まるらしいよみのりさんの握手会楽しいですか、だって。それは私に聞くもんじゃねえぞ佐藤さんに聞いて、佐藤さん、ミネオシの握手会は楽しいかい。パチ、ハートはガチ忖度の予感確かに。亀吉さんね、あかりさん、イエーイ、入りましたね。パンパン営業頑張って営業、佐藤さんに聞いてみて、佐藤さんどこ行ったんだ、佐藤さん、ふんぱぱぱぱふんぱぱぱぱぱぱふんぱぱぱ。小池みなみに似てる、嘘、誰ですか誰だろうこんばんは、遅れた、お、くるちゃん全然大丈夫んだよ。あ、柏木さん推しなんですか、若さん、ゆきりんさん推しなの、へえ、佐藤さんさん来た笑ったサードもまだ受け付けてる、え、あれさ、なんでサードまだ受け付けてるんですか、教えてください。え、なんでまだサード受け付けてるんですか、もうさ、第二次再販のやつは終わってるはずなのにいつ追加されたんですか、めっちゃおもろいんだけど、アリサの知らぬ間にサードシングルはいつまでですか。うん、パン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 、再販の再販の再販だっけ、そういうこと。アリンコ族広告班頑張ってるけど、ありがとう。明日の1時まで、明日の1時で全部終わるんですか、キュイ、まだサードやってたんや、忘れてた知らんやったわ、だって再販のやつ出てたっけ。
僕もユキリンをしてます。そうなんですか。うれしい、ユキリンさん推しがマリサルームにいるなんて。ドキドキ。そら緊張するな。よかったらミネ推しの握手会にも遊びに来てね。次のシングル曲エステを絶対買うよ。ありがとう、ありがとうございます。里根さん推しのプチアスさん、初期ボイスかわいい、今はかわいい、ありがとう、ありがとうございます。鷹城オタです。あ、鷹城さんオタなんですか。なるほどね、鷹城さんポジションよくやりますよ。鷹城さんの名前のところにいつも立ち位置表丸するから覚えてる。行きますよ。ほんまに藤原さん。ほんまですか、ありがとうございます。あーイエイ、突然雨が降ってきた、マジ。あげりしゅつ、あげあげりしゅつ。あ、うん、4位で終わってしまった対戦が。それでは今日の7並べを終了したいと思います。どうもありがとうございました。ウッケー、スタンプ出ないからウッケーね。それでよく若に言った。ありがとう、嬉しい。ありがとう。あ、ゆきゆきちゃんありがとう。いつの間にか4位になってた。かわいいよ、ありがとう。2回はやばい、嬉しそうな。運命だ、2回は。自分もっとゆきりん推し絶対嘘だ。絶対嘘だ。そう、そういえばほのたん、そう、新しく追加されてからほのたんの生誕祭とそらはの生誕祭に出ます。わっしょいわっしょい。そう、ほのたんの生誕祭とそらはの生誕祭に出れるよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日初めて対戦できました、ありがとうございました。あー、ガモーさんありがとうございました、イエイ。祭りはっしょい。そう、そうやって考えてみればね、8月ってね、 STU いっぱい お誕生日がいたんですよ。でももうハルルもいなくなっちゃうし、あゆみんもいなくなっちゃう、ももちゃんもいなくなっちゃうから、もうあれですね、多分8月のお誕生日がほのたんとそらはになるんですよ。だからそらはの次だもん、ありさは。そう、9月一発目だからね、ありさは。そう、もうももちゃんの次だったんですよね。なのにもうみんないなくなっちゃうから、そらはの次になるんだ、お誕生日。だからそらはの生誕祭があったら次は私だ。やばーい、緊張する。生誕祭ってやばい、緊張する。どう、なんでやるね。うん、ってことで合ってるよね、ソラハの次じゃない、私。ソラハの次なんだけど、誕生日で、次私の生誕祭決まるんじゃない、やばー、どうしよう。緊張る。緊張る、緊張る、緊張る。昨年はね、あれだったんですよ。あのね、そう、私は2番目だってとかね、ある陸上公園の初日だったんですよね。それが、そう、その新しい陸上公演が始まって、みんなが練習しとってから、 それの初日だったんですよ。私とあーちゃんとそらはが、覚えてる、私と初日、あ、そらはとあーちゃんが3人だけ初日でから、しかもそれがアリサの生誕祭だったっていう。そう、だから新しい公演の初日に生誕祭だったからね、もう超緊張。緊張 倍増だったよ。でも初心の気持ちでやったから、違う、初心の気持ちというか、まあ、初心だから。